本日も多摩交通局をご視聴いただきありがとうございます。私がただいまおりますのは羽村取水堰です。今回はこの羽村から東の方、多摩湖狭山湖まで伸びておりました廃線を探索いたします。どうぞよろしくお願いいたします。今回紹介する廃線は羽村山口軽便鉄道です。多摩湖の建設が進められていた大正10年、1921年、羽村を流れる多摩川から多摩湖まで水を流す導水管、これを建設することを目的として敷設された路線となっています。なお多摩湖についての解説動画は右上にリンクが出てきますので、気になる方はどうぞご覧ください。多摩湖が完成した後、一旦線路は剥がされたようです。しかし今度は狭山湖のダムの建設のために砂利を運搬する目的で、昭和3年頃1928年に導水管の上に線路が再び敷かれ、さらに延長されたそうです。羽村の河原で砂利を取って運ぶわけですね。狭山湖が完成してしばらくした後、要は第二次世界大戦に突入、爆撃を受けて多摩湖狭山湖が決壊するとまずいということで、昭和18年19年1943年から44年あたりにダムのかさ上げ工事が行われました。この時にも軽便鉄道が活躍したそうです。これをもって羽村山口軽便鉄道は役目を完全に終了し廃線となりました。今回はこの廃線跡をひたすら歩いていくという動画になります。ちなみに軽便鉄道とは、線路幅が通常よりも狭い小さな鉄道です。 JR の在来線の線路は狭軌と呼ばれ、線路幅は1067ミリですが、羽村山口軽便鉄道の線路幅は約610ミリだったそうです。それでは解説もそこそこにしまして、実際に現場を見てみましょう。多摩川の河原で採取された砂利は、河岸段丘の刷毛をインクラインで引き上げていました。インクラインとは貨物用ケーブルカーのことで、高低差のある場所によく使われます。なお羽村山口軽便鉄道と一般的には言われますが、実は羽村の関から青梅線を越えたあたりまではインクラインで輸送していたようです。途中でインクラインと軽便鉄道の接続場所があり、そこで砂利を移し替えていたとのことです。それでは歩き始めます。廃線跡は道路に転用されています。しばらく進むと青梅線とぶつかります。現役当時は青梅線の線路上を立体交差する形で通っていたようです。この高低差もインクラインなら大丈夫。青梅線の反対側に来ました。ここから先は新名緑道という小道になっています。途中、上平団地という住宅団地にぶつかります。団地内を貫通する不自然な斜めの道路が廃線跡です。先ほどインクラインと軽便鉄道の積み替え場所があると言いましたが、その場所はどうも上平団地の跡いらしいです。痕跡は全くないので具体的にどこにあったのか分かりませんけれども、この辺りから題名通り軽便鉄道になります。団地を抜けてもまだ新名緑道が続きます。裏庭みたいな雰囲気の道ですね。廃線跡は印刷工場に差し掛かります。羽村山口軽便鉄道は羽村と多摩湖を結ぶ導水管の上に敷かれた路線であり、導水管はバリバリの現役です。そのため導水管のところ、すなわち廃線跡には杭を打つことができず何も建てられません。この印刷工場も廃線跡のところだけ空中回廊のような構造をしていますが、これにはそういう事情があるんですね。しばらく進むと廃線跡は途切れています。この先の廃線跡は横田基地ができた際に全部潰されてしまいました。入れてくれと言って入れるようなところじゃありませんから、反対側まで迂回ということになります。というわけで一気に迂回してきました。この先の廃線跡は野山北公園自転車道という名前で整備されています。立派な桜並木になっているのですが、3月では全く咲いていません。画面が映えないので YouTube 的には来る時期を間違えたなという感想を持ちました。
途中にはこういう道標が立っていて、歴史を学ぶことができます。ここには昭和7年頃まで利用されていたというふうに書いてあるんですが、おそらく狭山湖建設に伴って砂利を運搬する路線としてはという意味だと思います。廃線跡の下には導水管が埋まっているので、水道局の看板がいろいろなところに見られます。廃線跡はザンボリ川を渡ります。渡ってすぐのところにザンボリ採石場跡地というのがありました。羽村から運んできた石はここで粉砕され、用途に合わせた大きさに振り分けていたようです。現在でも何かの基礎のような人工物が残っています。ここにはこのような3階建ての桟橋があったそうです。この一番上にトロッコを率いた機関車が上がっていき、石や砂利を中段に下ろします。中段では石や砂利のふるい分けが行われ、石を砕く破砕機に運ばれます。そして桟橋の下で別の機関車が待機して、砕かれた石をトロッコに積んで運んでいったんですね。この新青梅街道は玉都市モノレールの上北台から箱根ヶ崎までの延伸ルートとなっています。延伸に向けた道路工事のお知らせもありました。過去の鉄道と未来の鉄道が交差する興味深いポイントです。目印もかなり強烈なので分かりやすいでしょう。引き続き歩いていきます。早咲きの桜、カズ桜ですかね。春の訪れをいち早く告げています。ここの左には公園がありますが、かつては軽便鉄道の車庫があったようです。そして正面にはいよいよ今回のメインディッシュが見えてきました。トンネル群です。この先6本のトンネルが連続し、そのうち4つは自転車道、遊歩道として整備されています。おそらく狭山湖建設の時、昭和3年か4年頃に建設されたものじゃないかなと思いますね。住宅街の中にいきなりトンネルが登場するシュールな光景。まずは1号隧道横田トンネルから参りましょう。やっぱり一気に涼しくなります。夏はいいでしょうね。軽便鉄道用とあって高さは 2.5 メートルぐらいでしょうか。サイズが小さめです。しかし馬蹄形、馬の蹄の形をしたトンネルは紛れもなく鉄道のトンネルであることを物語っています。横田トンネルを抜けるとすかさず次のトンネルが現れます。2号隧道、通称赤堀トンネルです。赤堀トンネルを出るとカーブの先にすぐトンネルが現れます。3号隧道御岳トンネルに入ります。御岳トンネルを出るといきなり山の中になりました。雰囲気ありますね。ホタルは私たちが育てたホタルですと書かれています。ホタルが見られるのでしょうか。横には万体池というのかな、そういう灌漑用のため池があります。御岳トンネル方面から来て次のトンネルを一瞬見失いかけたのですが、急カーブの先にありました。4号隧道赤坂トンネルです。赤坂トンネルを抜けると道路は右手を指していますが、直進する獣道もあります。廃線跡はこっちなんですね。
この道は時期を選ぶかと思います。夏はヤブと虫がすごそうなので今の時期はちょうど良かったかもしれません。とうとう現れました五号隧道です。ここから先は立ち入り禁止ということで塞がれています。住宅街からそんなに離れていないところに立派な廃トンネルがあるというのは面白いですね。お手軽廃線探索です。この先には6号水道もあるようですが、水道局の敷地内ということで立ち入りが厳しく制限されています。それにもう夕方でして、一刻も早く廃線の終点を急がないと日が暮れてしまいますので、今回は割愛してガーッと反対側まで迂回します。というわけで迂回してきました。終点の狭山湖まではもうすぐです。この辺りは道路整備がしっかりしている分、廃線跡の路盤はかなり変わってしまっています。水道局の施設があります。この脇から狭山湖畔に入ります。終点狭山湖に到着しました。昔はこの辺りに車庫があったようです。狭山湖のダム部分ははるばる羽村から運ばれてきた砂利でできているんですね。というわけで羽村山口軽便鉄道の廃線跡はいかがでしたでしょうか。4時間くらいを目安に歩きますので、桜の綺麗な季節などに行ってみてはいかがでしょう。なおトンネルは開放時間が決まっており、4月から9月までは朝7時から夕方18時まで、10月から3月までは朝7時から夕方17時までとなっております。それ以外の時間はシャッターが閉じていて入れませんのでご注意ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。当チャンネルでは多摩地区を中心として交通地理に関する解説動画、バラエティ動画、旅行動画などを投稿しております。高評価、低評価、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いいたします。